これ撮ったらダメだろ、汚いって思われ、うん、思われ自覚あった自覚あっててやってたの怖いそろそろ焼けそうでございます。見して味ひら。私は自家製じゃなくてしそ風味。いや美味しそうと思って。あ、しそやばかわいい。結構楽しみじゃん。でも普段から変な人、普段から変な人だよ。そう思ってた？いや普段は別に思わない。じゃあ YouTube だけさ、そうやって映ってるってことじゃん。やだ。いや普段も変な人だわ。俺が垂れてるだけ。さあ。間に合うかな。いけるのか。おお。すごい。いただきます。じゃあここから取るよ。あったかい方が取りやすい。え、食べれるの？じゃあ骨置いてってるやん。ねえ、何してるの？お汁どうする？外で食べる。おお、便利じゃん。なんかありそうって、子連れで調べたら結構。そう。珍しいもん、土曜日休みが。うん。ほぼほぼ初めてかもしれない。嘘。うん、シーズン中に。マジやばいんだけど、最近食欲が。嘘。ずっと食べてる。嘘。変なもんずっと買わなければいいんじゃない？変なもんずっと食ってる。ダメだよ。夜ご飯食べてからは大丈夫なの。うん、習慣がないから、うん、なんかつまみ食いするみたいな。確かにレイナめっちゃつまむよね、飯の間に。やばいやばいなって思ってんだけど、お腹いっぱいになんないの。食べても食べても。お腹いっぱいになんなくていいよ。そう、お腹いっぱいになりたい、なりたい、なりたい。で、おととい久々に体重測ったら、やばいだろうと思ったの。食べ過ぎてて最近、うん、って思ったら全然体重増えてなくて、あ、そう、えと思って、うん、で昨日の朝測ったら、うん、7 0.6 キロくらい減ってて体重そう前日よりね、うん、どういうことって思ってめっちゃ食べたのにみたいなびっくりした。あとね 0.5 キロくらいになった、妊娠前。そんな自由で持ってかれんの？うん、持って帰るらしい、うん、今日買いたいもん結構あるんだよね、うん、キー君の日焼け防止。それはね、ベビーカーとの作りだよ。え、帽子かぶる。あ、帽子ね、うん、防ぐ方の帽子かと思った。日よけ帽子しちゃう。日よけ帽子って言わなかったって。日よけを帽子、日よけの帽子、うん、ってことのって言ってたと。日よけ帽子って言うからさ、日よけ帽子ってことと、うん、ひーくんの日よけのカバン、うん、赤ひもとかに、うん、と、ひーくんのえ車の日よけ。日よけはやりすぎだって。日よけしすぎだって。ほぼ日よけじゃん、買いたいもの。やっぱ赤ちゃんの肌って弱いんだなと思って、うん、でも日焼け止めあんま塗りたくないじゃん、うん、って思ったらやっぱ日よけをちゃんとすればいいんやと思って。間違いない。ひどいな。自己中のごちそうさまじゃん、まだ俺張るのに。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね、朝から。マジ最高なんだけど、でも意外にも枕にするのなんか撮ってる、うん、私がまた変なこと言ってるの撮ってるね。そうだよ、カメラ意識しなくていいから、そっちの方が変なこと出るから。私が変人みたいに映ってるけど、うん、変人じゃないから。変人だよ。変人な人ほどそうやって言うんだよ。でも変人な人と結婚する人の方が変人だよ。そう、ちなみにだって周平さんのお母さんにいつも言われる、うん、周平と結婚する人いないよみたいな。よく結婚したねとか。変人な周平をよろしくお願いしますってこの間も言われた。で変人な母親に言われた。つまり滝沢家全員変人ってことになる。全員変人でしょあれ。そうなの。
顔はボスだ。あ、笑ってる。笑ってんの？笑って笑って。あ、目が。え、ちょっと行っちゃってない？大丈夫？行きまーす。キー君、今日はどこ行くの？似合うでしょ。似合うね。なんかあのたくまくんの柏線、うん、レイさん、うん、あのフリーキックとかが出てくる。一番最初に使われるもんね。あれがベストゴールってこと？じゃない。胸が苦しくなる。これ聞いてるとなんで？あの時の心のときめきを思い出す。付き合ってない時は見に来てたよね。見に来てない。見に行けたのは付き合ってからね。お姉ちゃんと行ったよね。あ、そうだね。愛媛線だっけ。どこだろうね。わぁ、キモい虫。うん、テントウムシ。なんか残業中に携帯で流したりしてた。マジ試合。ナイターとか。うん、シエさんが出てる試合。うん、え、やばいとこにあるよ。大丈夫？やばいって言われ、いいところにあるって言ってる。怖いよこの道。後ろに車がいるのもすごい嫌だ。大丈夫、焦んないで。もっと楽しみたいのに。焦んないで。後ろの車がなんか煽ってくる。煽ってないよ。焦んないで。ここだ。どういうこと？こんなとこにあんの？優しいね、しかもちゃんと。そう、チキンナンバーと思ったらえのきなの。これこれ。え、中身が、うん、チキンじゃない、えのきナンバ。いただきます。開け癖が悪いぞ。見て、なんか炭水化物だった。人参味噌がなんだっけそれ。ふもふもを使ったおからのブラウニー、美味しい。おい、これ食べないです。面白いなその絵。え、すごいね、それであげれたら、ね。自分の好きな食べ物ばっかじゃん、それこれ良くない？でも、うん、どう？食べる気でしょ、それ。うん、そんな、これごと食べちゃう。いや、怖いね。よいしょ。これ怖くない？でもどう？うん、もう何？ I love you, mommy 願望じゃん。 I love you too。 両思いってこと？うん、そう。 Me and my mom。 俺は？ No。ひどい。確かにいいじゃん、わかる。どう？お、いい感じじゃん。はい、だー。
出すそうじゃない、普通は。これラルクだ。お皿にも盛らない。こっちだよ。こっちだよ。あ、見た。かわいい。グルドポーズしてる恒例の